トカラハブは、波中交ク輪リ鎖蛇カハブ属に分類される蛇。日本固有種種小妙、トカレンシスは、トカラさんのノイで、和名と同義。全長60から110センチメートル。頭道長90センチメートル以下。胴体中央部の斜め2列になった背面の鱗の、数は31から32。総排出口までの覆面にある幅の広い鱗の、 数は200から210。総配出口から、後部の鱗の数は、オス73から83体、メス72から78体。体色は2型があり、淡褐色や灰菓色の個体と黒褐色の個体がいる。全個体のうち1、6ほどは骨化型。頸部から尾の背面にかけて、楕円形の反紋が交互に並ぶ個体が多い。本種は毒であるが、毒は、 非常に弱い。噛まれても軽い腫れや吐き気、だるさがあるだけで死者が出たことはない。不必要であるという観点から、高毒血清は作られていない。しかし、本種は毒を使って獲物を捕らえているのであり、紛れもなく、毒蛇である。噛まれたら面倒がらずに、すぐに病院へ行って不測の事態に備える態度が進められる。虹林や低木林。 草原などに生息し、民家の周辺でも見られる。ネズミなどの小型哺乳類、キビタキなどの鳥類、トカゲ類などを食べる。周期には多くの個体が木の栄に上に登り、渡りの途中に飛来した鳥類を捕食する。繁殖様式は卵生。7月下旬から8月上旬に1回に2から7個の卵を産む。卵は約50日で孵化する。 分布が非常に限定的であることに加えて、少なくとも宝島では採集が行われており、影響が懸念されている。純絶滅危惧日本では2020年の時点で、鎖蛇化単位で特定動物に指定されており、2019年6月には愛岩目的での飼育が禁止された。ありがとうございます。